モーニングショー横浜なめんな事件に恥ずかしいのこれあいつ。横浜なめんなというキーワードがインターネット上で話題になり、情報を知らないユーザーたちが検索をかけたところ、恐ろしい事件波紋が広げているだそうです。モーニングショー、これ僕は見ましたけどね、あの煽り運転みたいなやつですよね。被害を受けた男性が市街地を走行していたところ、十分な車間距離を取らず前方不注意で走行していて、後ろの車が不当した拍子に急ブレーキを踏む形となり、男性の車に八つ当たりする形で激高してきた。なんかスマホ見ながら運転してたんで急ブレーキになっちゃったんみたいな感じですよね。番組では男性の車のドライブレコーダー映像も、そう、360度の、ね、ドラレコなんですよね。男性が交差点で停車すると、運転席の男と助手席の女が車から降り、男性に詰め寄って暴言暴行する様子が収められていた、東京都のナンバーを見て横浜なめんな、警察呼ぶよと訴える被害者男性に、男は強気な口調で暴言を吐き続け、窓から男性の顔を殴ったり髪を引っ張るなどの暴行を加える様子も。また助手席の女、またこの女がすごかったんですよね。男性が東京とナンバーをつけてたため、横浜なめんな、お前横浜に喧嘩売ってんじゃねえぞこの野郎などとしきりに男性を罵倒する様子も収められていた。で、神奈川県民はそれについて、横浜なめんなというインパクトのある言葉は、横浜すごい人が住んでるね、横浜背負ってるんだ、最近ちょっととのことで逆上するドライバーが増えて怖いとインターネット上で波紋を広げている。中にはトレンドの横浜なめんな、横浜市として情けなく恥ずかしい、本当に神奈川県民として恥ずかしい、この付近の交通トラブルや迷惑、駐停車対策を強化してほしいと、横浜市は神奈川県に縁のあるユーザーからの切実な声も多数見受けられた。あ、そういえばなんかあれでしたよね、横須賀の方ではなんか花火をこうね、ロケット花火打ちながら走ってた車もありましたよね。玉川市もいい迷惑、横浜、玉川、モーニングショーの玉川が、横浜なめんなとかですね、横浜に喧嘩売ってんのか、この煽りカップルは横浜を石に背負って戦っているようですけれども、背負われて横浜から見ればいい迷惑ですよねとコメント。なんかこれね、多分 4,50 歳ぐらいのねカップルなんですよね、まあ、夫婦なんでしょうけど、なんかやっぱそれぐらいの年代の人ってなんか切れやすいんですかね、なんか大人なんですからね、そこら辺はね、あの抑えればいいんだけど、毎回思いますけどね、煽り運転の事件を見るたびに、なんでそんなことが起こるんだろうなっていう、そんなに世の中起こることってね、僕はないと思うんですけど、何をそんなに怒ってるんだろうっていう感じが思いますけど、そしてしかも横浜なめんなっていうわけわかんないワードで怒り狂うっていうね、もう時代がもうやっぱりヤンキー世代なんですかね、4,50歳っていうのはね、多分、昔のその80年代90年代のまあヤンキー世代を引きずってるのかななんて思ったりしますけどね。まあそんな感じです。ではでは。